ではよろしくお願いします。はい、本日は、クラブサイさんで、5分でわかるホスト業界偉人の奇跡をお伺いします。まず自己紹介お願いします。はい、はじめまして、クラブサイの須坂ゆきです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますなんだこれゆきさんは今代表様、はい、ああなるほど。ホスト歴はどれぐらいですか？そうですね、18の頃からなので、7年目になりましたね。結構長くやられてるんですね。そうですねなるほど。なぜそのホストになろうと思われたんですか？ホストになろうと思ったきっかけは、そうですね、まずは女の子にチヤホヤされたかったっていうのと、はい、まあ、お金が欲しかったっていうのがやっぱ一番ですよね。なるほど。こうあれですかね、もう結構始めてすぐチヤホヤはされたんですか？いや、どうなんですかね、まあチヤホヤされた方やと思いますなるほど、はい。まあ、18歳でホストになられたってことなんですけども、うん、ホストになる前には何かやられてたんですか？ホストになる前は美容学校に行ってましたね。ああ、髪の毛。そうですね、美容師とかの美容学校に。なるほどなるほど。もう結構180度違う世界にっていう感じでじゃないですか？いや、似たようなもんですね。あ、そうなんですか？美容師さんもホストも。ああ、なるほどなるほど。やっぱね、あの 対話というか会話をするっていう部分で。ああ、なんか辞めるのに結構勇気とかいりませんでした？いや、もう結構はもう決めてたので、もうホストするっていうのは。ああ、案外さっと辞めましたね。なるほどなるほど。まあそのホストになる前、うん、ホスト業界にこう対してどういう印象を持ってたんですか？楽しそうな世界やなっていう印象しかないですねなるほどなるほど。まあ、はい、なってみて本当に楽しい。そうですね、楽しいというか、まあみんなとわちゃわちゃできる楽しい空間やな。なるほどな。お酒って結構そんな、いやでも、はい、最初そんな飲んでるイメージはなかったですけどね。あ、まあ飲まなあかんのかなとも思ってましたけど、そこまでみたいな。なるほどなるほど。ちなみに今ユッキーさん、モデルもやられてるってことなんですけど、はい、そちらもやりたくてやったんですか？そうですね、モデルに関してはもうただ単にチヤホヤされたかったっていうだけなんですけどなるほど、はい、自分からなりたいっていうふうに。そうですね、まあ、ストリートスナップとか、はい、そういう雑誌のやつに行ってっていう感じですね。なるほどなるほど。モデルってその簡単になれるんですか？結構難しくはない。簡単かどうかわかんないですけど、僕の場合はトントントンってうまいこと言ったので。なるほどなるほど。よかったですよね。まあ今代表っていう立場でお店にいらっしゃるんですけども、うん、まあ、どうやってその代表になったのか、上り詰めたのかっていうのをお聞きしたいんですが。そうですね、ほんまに人脈ですよね。まあ、今までこの7年間でこう培ってきた、まあ、仲間、人脈っていうもんがあって、まあすごいいい人たちばっかりやったので、まあその中で、いろんなつながりを、まあ、つながりで、まあ、今のこうやって今の代表っていう位置におれるのかなとか思いますけどね。なるほどなるほど。まあ、その人脈を作るっていう点で、うん、まあ、努力したことだったりとかはありますか？そうですね、まず、まあ、自分が苦手やなって思う人とか、ちょっと合わへんなと思う人でも、やっぱこう自分から喋っていく、まあ、その人のいいとこであったりとかを見つけていくっていう部分は、まあ、努力したと思いますね。あ、うん、もう積極的に話しかけたりとか。そうですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。今、まあ、お店のトップに立たれるような形だと思うんですが、今後こんなお店にしていきたいっていう目標だとか、そういうのがあれば。まあ、やっぱり一番は、まあ、信用し合える、まあ、仲間をもっといっぱい作って、お店の雰囲気、楽しいお店作りっていう部分をね、もっと強化して、そしたら
お店はどんどん良くなって、お客様に来ていただいて、いいお店作りができるんじゃないかなって思ってるんで、まあ、まずは、ほんまに仲間をいっぱい作るっていうのがやっぱり目標ですね、一番。なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。最後、未経験の方に、うん、こんな夢がいっぱいの職業だよっていうのを一言メッセージでいただけたらなって思うんですね。ああ、はいはい、そうですね、そうですね、未体験の頃ね、うん、まずは、チヤホヤされます、そして、なんやろ、いろんないっぱい仲間もできて、ほんまに将来、まあ、ホストを辞めた後でも、何かしらね、ためになるというか得になるような人脈もできるし、もちろんお金も稼げます、稼がせますぐらいの気持ちでね、僕らは今やってるので、ぜひ、楽な気持ちで楽な気持ちでっていうのはまだちょっと違うんやけど、なんて言ったらやろ、ほんまに。あれですよね、編集してくれますよね、これ。ああ、大丈夫です。まあ、ぜひ、まあ、今楽しい店作りをやってるので、うちに来たらね、楽しいと思わせれるそんくらいの店作りをしてるので、あまりお酒飲まされるんちゃうかとか、怖い世界ちゃうかなと思わずに、ほんまに楽しむような気持ちで一回ホストやってみようという気持ちでぜひうちに来てください。はい、ありがとうございました。